ヘビスと根菜の豚巻きフライスタジオにも用意しましたよ。ヘビスも入ってる。かけるんじゃなくて中に入ってるんですね。いただきます。召し上がってください。あ、爽やかな香りが広がる。あ、本当だ。めちゃくちゃいいアクセントになりますね。ですね。ではレシピご紹介しましょう。豚バラ肉の片面に塩麹をつけしばらく置きます。レンコンは薄くスライス、だし汁で煮た後、醤油とみりんで煮詰めます。豚バラ肉を広げ、大葉、レンコン、薄くスライスしたヘベスをくるくる巻いて、小麦粉、卵、パン粉につけ、中火で程よく揚げたら完成です。このコーナーでは視聴者の皆さんからのご家庭の心温まる食卓や思い出料理のレシピを募集しています。採用された方には霧島酒造の焼酎と番組特製クオカードをプレゼントします。ご応募お待ちしています。そして今日は日向酒と霧島酒造から特別にプレゼントをいただきました。ヘベスの果汁と鶏炭火焼きヘベス風味、それに黒霧島をセットにして10人の方にプレゼントいたします。応募は UMK アプリからお願いします。さあ、今週は黒霧島の炭酸割り、黒霧ボールにヘベスを絞ってそのまま中に入れて、中に入れて、はい、乾杯しましょう。生絞り。あ、香りもいい。残暑が続く夜、霧島の焼酎とヘベスで爽やかなひとときを。ときめきレシピでした。